貸本漫画とは、かつて貸本用に制作されていた日本の漫画作品の総称、あるいは賃貸されている漫画の単行本を指す。戦後にできた貸本屋は、ほとんどが廃業した。写真は、東京、根津二丁目にあった仲良し文庫。1948年に神戸市開業のロマン文庫が戦後型の貸本業の起源とされる。 1953年頃から貸本漫画も出回るようになり、店舗で販売されていた粗末な赤本漫画から豪華な想定の貸本漫画に需要が移っていった。終戦後の貸本屋に並んだ本は、中小の取り次ぎ手にあとか本店から流れた一般流通の古本屋小雑誌であったが、やがて貸本出版社の出版する漫画単行本がほとんどとなる。 1950年代末から1960年に最盛期を迎え、文具店、駄菓子店などとの兼業も含めて、東京都で3000店、全国で3万店の店舗があったと推計されている。料金は時代によって異なるが、1950年代、後半の最盛期で入会金が20円、貸出料が2泊3日で10円から20円ほどだったと言われる。 歌詞本漫画単行本の定価は100円から150円であり、基本的に書店では流通しなかった。採算ラインは、専業店で1000人から1500人の会員を持ち1日150人から200人の来客があることとされ、客は工場などで働く労働者階級の青年男女が中心であった。書店流通の雑誌漫画の読者が、 自動中心であったのに対して明らかに高く、後の劇画ブームに先行し、その下地を作り上げる形となっている。初期の貸本漫画単行本の想定は上製本の B6 版と A5 版が主流であったが、劇画単編集、影11号が出版されたあたりから A5 版並み製本へと変わっていった。貸本漫画の作者は、戦前からのベテラン作家、赤本屋、紙芝居、 絵描きからの転身、歌詞本からデビューした新人など様々である。多くの作家が多ジャンルの作品を描いた歌詞本漫画は、劇画の台頭などもあり1960年頃にピークを迎えるが、その頃から TV が一般家庭にも普及し若者向け娯楽としての優位を失い、また、週刊少年サンデー、週刊少年マガジンなどの週刊漫画雑誌が、 相次いで相関されると、シェアを奪われた。こうして、ピーク時以降は、全時代的出版物となって、出版社の倒産、廃業が続出し、1969年末に、貸本出版社主導による、貸本漫画は事実上の終焉を迎え、残った、出版社も、雑誌、単行本の出版や、チラシ等の軽印刷でをいに活路を見出し、雑誌連載に主軸を移して成功した。 歌詞本漫画作家も出現した。1990年代以降、ゲゲゲの女房や劇画漂流といった当時の業界を描いた作品が注目されるようになり、歌詞本漫画作品の復刻出版が相次いでいる。歌詞本出版社中心の旧来型の歌詞本漫画ビジネスは一度消滅したが、漫画雑誌やコミックスが大量に流通するようになった。 現在、レンタルビデオ店での漫画の貸し出しや漫画喫茶、電子書籍による電子貸し本など、新しい形態に変化して存続している。ほかほか、貸し本漫画に、再び脚光作品や、新聞の復刻相次ぐ。MSN、産経ニュース。産経新聞。2011年9月23日閲覧。パピレス、電子書籍サイト、電子貸し本、レンタ、を、 Windows Phone 7.5に対応。IT メディアガジェット。IT メディア2011年9月23日閲覧。ありがとうございます。